モータースポーツにおけるレーシングマシンを運ぶ車両はレーシングトレーラーと呼ぶ。トランスポーターは競技に使用する車両やモータースポーツ活動に必要な資材や機材を運搬する人である。トランスポーターは外来語でその形態は一様ではない。日本ではトランポと略して呼ばれる場合がある。レーシングカートを2台運べるように小型の ライトトレーラーを改造したトランスポーター。自動車、オートバイなどの一般車両は道路運送車両法の保安基準に適合する。範囲内の改造であれば行動を走行することができるが、その保安基準に適合しない改造車は行動を走行することを禁じられている。競技会場へ移動中は、戦術にある道路運送車両法の保安基準内で移動し、 会場到着後に小改造を行って、競技に挑む方法もあるが、改造の範囲によっては、現地で行うには、作業が難しいもの、あるいは物理的に厳しいものや、車両の高性能化に伴い競技に、不要な装備などの除去や、液ーストパイプも、高性能化のために、触媒や消音器を取り除いてしまい、保安基準外の騒音発するなどの結果、行動を、 走行不可になってしまった車両、あるいは当初から競技用にすることを目的とした車両もある。そのために、これらの競技車両を輸送する目的として、トランスポーターが用いられる。バイクレースやカートなど、比較的小型な競技車両は市販車が使用される場合が多く、それらのトランスポーターは、ほぼ無改造のまま使用されるケースも多い。また、 車検の範囲内で内装に様々な改造を施されたトランスポーターを販売する業者も存在する。カート競技の場合、f i a クの厳格な規定により車両の構成が制定されている。また、これらレーシングカートは公道での走行は禁止されているため、ライトトレーラーなどに積んで輸送するか、あるいはトランスポーターとなる車両の荷台や、 後部座席などを使用して輸送している。F1 では巨大なトラックがレーシングトレーラーとして使用される。一般的に多くの F1 チームがヨーロッパに本拠地を構えている。年間のうちの半分以上がヨーロッパで開催されるため陸続きを移動する利便性を考えれば巨大なトラックをレーシングトレーラーとして利用するのが好ましいためである。通常、 チームはレースが開催される一週間前より、サーキットや市街地コースなどの競技会場に到着し、トレーラーに登場するクルーたちは、その週の金曜日までには、様々な準備を行う。そのため、F1 では、レースウィークと呼ぶ。クルーたちはトレーラーに搭載されている F1 マシンを下ろすことから始める。フェラーリのマシンレーシングトレーラーと、モーターホーム。隣には、 ブリジストンのトレーラーやモーターホームも見える。F1 におけるレーシングトレーラーには大まかに分けて2種類のものがある。一つは戦術のようにマシンの輸送を主な目的としたトレーラーであり、もう一つはチームスタッフがレースウィーク中に生活するためのトレーラーである。校舎のトレーラーは、 マシンのテレメトリーデータを完成するコンピューターやレースを行うために最低限必要な工具各種、備品、飲料、食料だけでなく、一台のトレーラー、あるいは複数台のトレーラーと合体させる。これらのトレーラーは一つのレースごとに完全に解体され、それを組み立てることによって仮設のチームキャンプになる。この建物内にはトイレやシャワールームだけでなく、 マシンの走行データやサーキット特性など、各チームが参加し続けてきた期間に集積された、データの集大成を管理する OA ルーム、チームが会議を行うためのミーティングルーム、チームスタッフ用のレストラン、報道機関、テレビ局のために開放される、インタビュースペース、ドライバー専用の控え室、ゲストルームまで完備している。これらの車両は各チームが所有しており、 一通りの生活ができることから、キャンピングカート、同義語でもある、モーターホームと呼ばれる。当然ながら、これらの車両は完全なオーダーメイドであり、チームの財政状況によって、レース会場に導入する、レーシングトレーラーの数も組み立てて完成する、モーターホームの規模も異なる。チームは、定期的に新しい設計のモーターホームを、披露することがあり、その際には、 メディアや他チームなどから大勢の見学者が訪れる。ただし、トレーラーはパドックと呼ばれるエリアに停車するように F1 レギュレーションによって厳格に定められているため、パドックパスを持たない一般の観客の立ち入りを禁じている。なお、トレーラーとチームトラックを競技会場に到着後すぐに組み立てる作業も、そしてレース終了後に解体する作業も手慣れた。 チームクルーを大勢使っても1日半以上かかると言われている。ミシュランタイヤのトレーラー F1 におけるレーシングトレーラーはチームだけが保有しているわけではなくタイヤサプライヤーもトレーラーを保有している。2008年以降 F1 で使用されるタイヤは一社によるワンメイク供給となっているが過去においては各タイヤサプライヤー側があらゆる天候下を想定して レースで使用される多くの種類のタイヤを持ち込む必要があった。また、タイヤに対するレギュレーション整備がなされていなかったため、各ドライバーが好みやコース特性、戦略などで自由にタイヤ選択ができた。他に、予選用の単寿命高グリップも各チームが使用していたなどの理由から、当然ながらそれだけの容量を搭載するには、多くのトレーラーが必要となり、 タイヤサプライヤー側には、莫大な負担を強いられていた。現在ではタイヤに対してのルールが定められており、レースウィーク中の各ドライバーは、ドライタイヤを13セット、事前にタイヤサプライヤーに申告しておく。ウェットタイヤは別までの使用が認められており、これを超過して使用することは、レギュレーション違反となる。また、競技前にレースコンディションやデータから、 タイヤサプライヤー側が指定したタイヤを持ち込むようにしたためソフト側ハード側のタイヤは1種類ずつの持ち込みでレースが可能となりこれらの他にレインタイヤが2種の計4種類のタイヤを揃えるだけとなったため過去に比べるとタイヤサプライヤー側の輸送コストや労力も大幅に軽減した現在ではこれらのタイヤトレーラー以外にタイヤサプライヤーもモーターホームを構える これはチームがメディアやゲスト向けのもてなしをするのと同様に、レースでのタイヤ摩耗状況や予想されるピットストップなどをメディアに公開するなどの意味合いもあり、あるいは天候や路面温度から適切なデータを算出するための莫大なデータベースをレーシングトレーラーに持っていることから、チーム側が持つレーシングトレーラーと同等の機能を持っている。 WRC のラリー・オブ・ターキー2006にてインプレッサラリーカーを運ぶトランスポーター。ラリーやツーリングカーなどの市販車改造系レース競技におけるトランスポーターは基本的に多くのチームがキャリアカーを使用している。これはプライベーターのような比較的小規模なチームであっても逆にワークスチームのような大規模なチームであっても 比較的この手法を採用しており、F1 と比較すると、その3000品用も低コストで運営が可能である点と、競技の性質上車両の運搬にフォーミュラカーほどの最新の注意が不要であることもキャリアカーが採用される理由の一つともなっている。ただし、WRC など大規模な世界大会では、機材の運搬も、兼用とするために、トラックにレース機材を乗せ、 その後ろに、車両運搬用のライトトレーラーをつなげて、競技車両を移動する場合もある。日産キャラバンに、ヤマハ TZR250R を2台積載した、例競技参加者が一般、あるいはチームによって、車両内視改造の程度は様々である。一般レベルの場合、資金的な面から小改造に止める場合が多く、クーペタイプの乗用車に競技車両を搭載する者も、もいれば、 駐車場事情や予算の関係で軽自動車や家庭の事情でトールサイズミニバンも選ぶ人もいる。日本では防犯上や式の関係、駐車場事情でトヨタハイエースなどに代表されるワンボックス車が主流であるが、海外ではピックアップトラックが主流である。ワンボックス車の場合、後部シートを撤去して床をフローリングやビニールカーペットで覆い。 窓にスモークフィルムを貼って中を見せないようにする場合が多い。トラックの場合は、ホロをかけたり、ビニールシートで覆うなどの処置を行うことが多い。チームなど予算が個人レベルよりも潤沢な場合は、パワーゲートを装備している車両をトランスポーターとして使用しているものもある。他に、マイクロバス型のトランスポーターの場合は、競技車両の出し入れの利便上最後部に 観音扉を有する車両を使用する場合が多い。その他に、競技などに必要な道具や工具を積載し、また就寝スペースなどを設ける場合もある。そのため、遠征などを行う必要性のあるチームでは、マイクロバスや中型トラックなど、比較的大型な車両が使用されるケースもある。このトレーラーは、屋根があっても風の抵抗を受けにくいように、低屋根化されている。 屋根のないオートバイ運搬トレーラーライトトレーラーに分類される小型のトレーラーで運搬される場合もあり乗用車などにヒッチメンバーをはじめとする牽引装置を装備することで牽引できるオートバイを1台だけ運べるものから大型のものでは複数台を運搬できるものまで製品化されているオートバイの車輪を転がらないように固定するワドメや オートバイの車体が倒れないように固定するタイダウンベルトのアンカーが用意されていてオートバイの積み下ろしを容易にするためにトレーラー自体が傾斜する機能を持っている場合やスロープが内蔵されている場合もある汎用トレーラーを改造して製作する場合と専用設計で製作される場合とがある屋根のある製品もあり風雨や埃 盗難など各種被害からオートバイを保護できるが、屋根のないものに比べると重量が重く、風の抵抗も受けやすいため、牽引する車両の負担が大きくなる。風の抵抗については、トレーラーの前高を低くすることで低減できる。折りたたみ機構を備えて、使用していない時の保管場所を小さくできる製品も、ある。利点と欠点トレーラーと、バンやトラックを比較すると、 次のような利点が存在する。欠点、ありがとうございます。